はいどうもトモスライムです。今日もね、スタポケのね、えー、馬券の攻略の時間がやってまいりました。なかなかやっぱりね、馬券は当たりません。で、まあちょっとね、下攻略っていうことで、まあ、前回動画出したんですけども、ちょっと信用動がないっていうことで、えー、まあ、あの、私はね、説明しなかったんですけど、今回説明いたします。えー、まずね、えーまあ、出走、まあ、自分の馬持ってる、自分の馬の、まあ、出走するとこで、まああの、出走レースを選びます。 例えばスプリンターズセクスだったらスプリンターズセクスを選ぶと選ぶ時に下に一に3頭まあね、えー、まあ有,有名っていうかメインのね大体ね人気馬が出てきますまあ人気馬じゃない時もあるんですけどその3頭の中で、えー、まずね3頭の中で、えー、馬を決めることとあとはあのー、客室が例えばまあ 短距離じゃなかったとしても例えばスプリンター短距離だったらまあ逃,げ馬逃げ馬がねやっぱり、えー、有利かなと、えー、思うんですけどもあ,あまりにもね逃げ馬がいるんだったらその3頭の中の、まあ、差し馬が1頭いれば差し馬を、えー、副賞で、まあ、1万枚ぐらいね買うと結構ね、えー、増えるかなと思います。で大体例えば えー、2頭が逃げ馬先行馬だったら1頭がその中のね3頭の中の1頭が差し馬追い込むんだったらもう完全に買いですね。大体大体つうのこれ言っちゃうとね100%って言っちゃうとお前何やってんだって思うんで思われるんでまああのー、確率はまあ高いですね。 これで、まあ、徐々にね副賞で、えー、増やしていくっていう方法が一番いいかなと思います、えー、まあねあとは結構ね1,200とか難しいんですけど2,000から2,400のレースでやっぱりまた出走してあの出走のとこでまたねあの馬が3頭ね、えーまあ、レースの出走馬3頭が出てくるんですけどその3頭の中でやっぱり2,000から2,400であのやっぱり。 逃げ馬がね、もう本当に5頭とかいる時は、まあ、必ず追い込みが来ますんでその時にはねその3頭の中の追い込みもしくは追い込みとかいなくて例えばその3頭の中で先行馬先行馬先行馬とか先行馬先行馬逃げ馬とかだったらまあそのレースは見送る見送ることもまあ大切ですねレースの見送ることまあ全レース別に見て買わなくてもいいんですけどもまあ 確実に、えーまあ、メダルを増やしたかったら、まあ、レースを見送る、えー、あとは先逃,げを逃,げのお逃げが5頭ぐらいいるレースを選んで追い込み場のその3頭の中の追い込み場を確実に当たるってね当てて、えー、メダルを増やすっていう方法がありますんで、えー、ぜひね皆さんね、えー、試していかがでしょうか。えー、なかなかねメダルをがね増えない方はねちょっとこれを。 試していただいてぜひやってみていただいてよろしいでしょうか、えー、それではバイ